はいはいはい。うん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 。なるほど。もんげーあ、どうも、高しにこチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、全然小学1年生ではないんですけどね、小学1年生を買ってきました。これです。目的はこれです。妖怪ウォッチのおしゃべり目覚まし時計。これがついているっていうことなんで、買ってきました。 目覚まし時計がね、付録で目覚まし時計ってすごいですよね。だって目覚まし時計だけでね、980円しそうですけどね。しかも妖怪ウォッチですからね。なかなか太っ腹ですね。小学館。儲かるんですかね、これでね。まあでもね、早速開けてみましょうね。これか。 よいしょ、よいしょ。さあ,あ、意外に小さいな。まあそっか。目覚まし時計だもんな。あ、でもやっぱいいな。よいしょ。はい。目覚まし時計出てきました。 はい、ここの上のボタンを押してあげると、ジュバニャンが時刻を知らせてくれます。クリーム食べたいなうん、コマさんが登場しちゃいましたね。もう一回押してみましょう。で、7時7分にアラームの方をセットしてみたので、ちょっとこのまま待ってみましょう。 こんな感じで、ジバニャンとコマさんが繰り返し起こしてくれます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お待ちしています。